メーデンキャッスル・オッピトゥムは町、城市を意味するラテン語。複数形はオッピだ。特に近現代のケルト研究においては、ケルト人が築いた城市を指すことが多い。旧ユーゴスラビアからスコットランド北部に至るヨーロッパ各地のケルト共同体は危機的な時期に丘の上など自然の地形を生かした場所に防衛用の囲い地を築いた。後にローマ人にオッピドゥムと呼ばれた。この囲い地はほぼ紀元前1000年より築かれるようになったが、ハルシュタット文化前期のオッピドゥムの形態は表面上の相似点はあるものの、集落を内包する規模のものや、緊急避難用もしくは集落の共同倉庫を防御するためと考えられる規模のものなど用途によって様々である。紀元前6世紀になると富裕な貴族階級によってオッピドゥムが建設されるようになった。紀元前5世紀頃からヨーロッパ中西部のケルト人の大移動が始まり、多くの古いオッピドゥムが放棄された。その一方で紀元前5世紀から紀元後1世紀の間にブリタニア周辺で多くのオッピドゥムが建設され、都市として機能した。また、ローマ人の侵攻に備えるために、ガリアでもオッピドゥムの新設が行われた。ケルト人のテリトリーがローマに併合される過程で、多くのオッピドゥムが破壊されたが、ブダペストやベオグラードなど、現代の大都市には、ケルト人のオッピドゥムに由来するものも多い。ムルスガリクソ・ハルシュタット文化後期に作られた。ホイネブルグ要塞の堡塁はギリシアの建築技術に基づいて日干しレンガで作られた特異な例だが、ケルトの伝統的な土木技術では木材の梁を交互に組んだ箱状のフレームの両端に垂直の石壁を組み、壁の後ろと木組みの内側に割れ栗石と土を詰め込んだ。ユリウス・カイサルがガリアの壁と呼んだこの工法は火災や波状土にも強く、ヨーロッパ全域に広く用いられた。オッピドゥムは、構造上入り口となる部分が防御の弱点となりやすい。そのため、多くのオッピドゥムでは門をカバーするように追加の土塁が築かれている。ありがとうございます。